はい、じゃあそれではですね、これ以上皆様に結果をお見せしても仕方がないので、どうぞ続きは上野動物園でお楽しみください。次回の猿山で見れるから、それをね。やめよね、今言っとくけど、お前今死ぬほど感じ悪いよな。いいか、お前今皆さんこれ言って笑ったってことは皆さんもそう思ってるってことなんだな。もうなんでライトアップされた状態でお前の毛づくろ見せられなきゃいけねえんだよ。ね、いやだよ、いいよ、俺ライトアップで綺麗って感じの桜とかイチョウとかそういうのなんでお前の毛づくろなんだろう。ダメね、やめて。ジュニ、あのね、あの本当にあのそれもね、あの猿っぽいんだよな。ダメダメダメ、いいな、あとにしよう、ね、お家帰ったらいくらでもできます。はいね。ねえ、もうじゃあ分かった、こっちにしよう。ほらな、こっちだったらまだ皆さん笑ってくれる可能性高いから、ほら、はいね。知ってるんだ、すごい。よかったじゃん、おのおのいいリアクションくれてんじゃん、すごいとかさ。なあ、お誰が毛づくろい見てすごいって言ったなあ、誰も言ってないだろ。もうほんとすごいでしょ、ほんとね、めっちゃ普通にいじりますからね。え、その皆さんお写真撮影50なんで、よかったらこの異常な光景撮っといてくださいね。うわ、もうだいぶやべえ面広がってますからね。はい、じゃあ始めていきましょう、じゅんくんね。もうかなり理解力の高いお猿さんなんですね。はい、じゃあ切り替えてください。はい、やりますよ、ほら、気持ち切り替えて。はい、そうだね。もう立ってください。はい、もう言葉がね、ものすごい分かる子なんですよ。もう切り替えてっつってね、分かったり、立ってって立ち上がりますからね。あとね、あの他にも今立ち位置かぶってるでしょ、これなんでね、もうちょもうちょ左ずれて、じゃあずれて、そう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 。はい、そうだね、ちょっと下がって、はい、もう一個、はい、もうね、ほんとえげつないレベルで分かってるんですよ。もうね、どこまで分かってるかちょっと最近ほんと分かんなくなっちゃってね。もう手あげてっつったら手あげてくれるしね、空飛んでっつったらこうちゃんと無理になりますからね。よかった、結構受けたぜ。始めていきましょう。はい、さあ本日お付き合いさせていただきます、我々日光猿軍団劇場からやってまいりました、人間ジュニアとお猿のジュニアでジュニアジュニアというコンビです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ちょっと頭つけてくださいよ。そうだね、はい、もうね、丁寧に頑張っていきましょう。立ってください。はい、じゃあまずはね、ジュニアの得意芸なんですけど、こちらバランス芸からいってみたいと思います。玉乗りです。はい、もうあの大体ね、皆さん想像できると思うんで細かい説明しません。ご覧ください。はい、というわけで以上、玉乗りでした。乗ってましたね。何ですか。じゃあ怒られるから、はい、話しますよ。3、2、1、歩きます。ありがとうございます。よかった、いいリアクションもらったぞ。ほら、もう皆さんいかがですか、この抜群の安定感ね。もう落ちてる何かを食べる余裕すらありますからね。さあ、じゃあね、今日ね、さらにレベルアップいってみたいと思います。2本足挑戦です。頑張れ、レディーゴー。待て、な、誰がこの場面で前チョイスすんだよ。ないいから見てみろ、3歳未満が笑ってねえだろ、ほら。意味伝わりづらいんだから、早くやってほら。はい、もう後ろね、頑張ってよ。さあ行きましょう、ゴー、頑張れ。そうだ、ありがとうございます。ほら、いいリアクションもらったよ。ほら、そう、転ばないように気をつけて。さあ帰ってきたら大きな拍手お願いします。いいねー、ありがとうございます。はい、塾よくやったね。ほら、なんじゃ上手にできた時はちゃんとハイタッチだ。ほら、やったねって、ほら、イエーイ、やったーって、ほら、はい、イエーイって、ほら、やったねーって、ほら、な、ちょ、お前が当てに来い。なんでお互いプルプルして待ってんだ、これ。なんだこの不思議な時間、これ、ね、ちゃんとイエーイやった、やれや。でもなんでお前ここで無理ですってなったんだ今。ハイタッチだ、じゃあいい、もう可愛くない、なんか最近こう可愛い、可愛いに決まってんだよ、なんだその足。教えてねえぞ、ほら。どんどん行きましょう。はい、じゃあ今度はね、もうジャンプ系です。こちらハードル使ってハードルジャンプ行ってみたいと思います。助走取ってください。お前その立ち位置絶対わざとだろそれ。なあ、いい、光浴びに行くな、ほら。インスタ映えじゃねえんだ。こっち向いて、ほら、ジュニー君ね、
いいからね、はいはいはいじゃねえよ。うざそうにすんな。はい、もう腹立つ、ほんとな。もう行きましょう。はい、じゃあルール説明させていただきます。これ、飛ぶとき倒しちゃいけない。ただそれだけですね。はい、もしも倒したら残念ながらその場で終了とさせていただく非常に厳しい終了です。終わりましたね。ちょ、もう一回やっていいですか。マジで、もう、悪意がある場合はなし。はい、いいから、ほら、ジェニーね、もう両サイドでいい感じの光浴びるとこ行くな、ほら。ね、やめてね、お前ほんと切ない感じ出るから、ほら。だって、ね、ダメなの、手ついたらただの猿。はい、もう行きますよ、ほら。ハンドル1個。頑張れ。よっ、そうだ。いいねありがとうございます。わざわざそんな前出んなよ俺。はい、どんどん行きましょう。数をね、増やしていきたいと思います。2つ行ってみたいと思います。さあ、頑張ってよ。飛び方ご注目。はい、なんとまとめてジャンプ。いいね、いいね、ありがとうございます。さあ、じゃあもういよいよです。行きましょう。限界の3つ。もう結構広いですからね。そう、これね、一気に飛び越えます。成功したら褒めてあげてください。よっ、よっしゃー。今度こそハイタッチ。足かい。ねえ、もう足は汚いだろうが、普通に手でやればいいでしょ。こうやってパンって、ほらね、お前は払うな。俺今足だったから今汚ねってやったんだ。今お前手触っただけなんだからな。ちょっとお前誰が汚ねえんだよ。もうどう見ても綺麗だろう。匂い嗅ぐな。見ましたよ、今。お前、嗅いだろ、今。嗅ぐなって。ね、匂いの問題ね、ダメだよ。じゃ、直に嗅いでみろって、ほら。だって、手洗ってきたばこ、そんなくせんか。もう、ね、ムカつく。わかった。また洗ってくるから。ね。はい、もう、すいませんね。ちょ、もう、いいかも。ちょ、マジで手気にすんのやめろ、お前、ほら。はい、じゃあもう今日ね、かなり芸は調子いいですからね。高さも挑戦していきたいと思います。これ一気にいっちゃいますからね。もう、なんと、限界の3段。ありがとうございます。もうね、今日は3人ぐらいの方がうおーと言ってくださいました。もうね、いつもだと全員揃っておーとか言っていただけるんですけどね。もう一回やりますか。皆さんあっての僕らですから、行きますよ。もうなんとこちらです。最初からやってくださいよ。すげえでいいんじゃん。ありがとうございますもん。だってね、身長と比べてください。よーく見たらわかるんですけど、これ約2倍の高さになってるのがお分かりいただけますか。よかった、ほら結構受けたぜ、ほら。はい、塾頑張ってよ。さあ、行きましょう、縦3段。さあ、もうね、この高さで皆様に見ていただきたい技なんですけど、今からやるのが日本でジュニアしかできない芸なんです。あいつ本当はすごいんですよ。よかったら皆さんもう気持ち参きません。どうぞ後ろの方見えやすいように、よかったらギュッギュッて足を前の方に、よかったらお勧めください。ご協力のほどよろしくお願いします。この技ちょっとマジで一人でも多くの方に近くで見ていただきたいんです。頑張れ。さあ参ります。ご協力ありがとうございます。一瞬です。瞬きなしでご覧ください。よっ、なんでやめた今。おい、もうね、すいません、ちょっとこれほんと繊細な芸なんでね、歩幅合わないとすぐやめちゃうんですよ。ジュニー頑張れ、今行き過ぎたんだ。そっち、そこ、そうだね、頑張れ。じゃあ分かりました、こうしましょう。もし次やんなかったら俺やります。意外と受けましたね。頑張れ、頼むよ。全中、ありがとうございます。ハードル全中ご覧いただきました。オーケー、かっけーよ、ジョニー。さあ、じゃあね、今日の最後の芸行ってみたいと思います。最後、大きな階段使った芸を、ちょ、ありがとう。もう偉いでしょ、皆さん。もうこれですよ、俺が見せたかったのね。コンビ愛ね、やっぱお互いがね、やっぱこうお互いを思い合うことによって、やっぱこう信頼関係っていうのが生まれてくるわけ。邪魔なんだよお前は。重いんだよ。13キロあんだぞ。頼むからね。はい、お待たせしました。ジュニー君、もういらん仕事増やすな、ほら。ごめん、お兄ちゃん。終わったらちょっとバイト代にバナナあげるね。ごめんね。はい、さあ、それではお待たせしました。ラスト行ってみたいと思います。どんな芸かは見てのお楽しみです。
ありがとうございます。オーケー決まった。いいね、ありがとうございます。お腹のパヤパヤ全部出てるから、これ俺ね、ちょっとしまっときましょう。なんでここだけこんなパヤパヤしてんだこれ。はい、ちょっとね、どんどんいきましょう。はい、さあ間をね広げていきたいと思います。あ、いいリアクションありがとう。はい、ちょっと手を頑張れ。さあ広がれば広がるほど難しくなってまいります。緊張感持ってよ。2回目の挑戦、飛んで逆立ち、そうだ、ありがとうございます。さあ登り切ったら大きな拍手、 OK お願いいたします。いいね、いいね。もう皆さんここにしか目いかないでしょ。こっち向いてよ、ほら。もういいか、これ出ちゃうんだから、毎回ね。はい。さあ、もうね、まあ、ようやくここまで来れたわけなんですけど、まあ、正直ね、言っちゃうと、結構一日通してね、ハードなことやってくれてるんですよ。もうね、ただもう、いつちょっと限界来てもおかしくない状態。なんで、ジュニアの限界が来る。そうですね、これもうちょっと受ける予定だったんですけど、ちょっと思った以上にちょっとリアルすぎて地獄みたいな空気流れて、あれさ、ね、ジュニアお前演技力高すぎんだよ、ほら。なあ、もうちょいコミカルにやろうね。じゃあ今から俺がなんと限界が来てしまいましたって言うから、ジュニアは同時にパターン。いいね、ね、これだったら結構わざとらしくだからな。不意にやると誰かしらあーって言うから、耐えろ、行くよ、言い切るまで待っとけ。はい、なんと限界が来てしまいました。遅すぎるだろ、お前。なあ、ちょ、間が独特なんだ、お前、ほら。こっち来いや、ほら。もう、すいませんとね。さあ、じゃあ、もう、ババッと広げていきたいと思います。最後の広さ、こちらです。いいリアクションありがとうございます。よかった。聞いたか、ほら、ジュニー。いいね。もう、最後で一番いいリアクションもらったからね。距離見た？見た？ジュニー。ね。見た？見たね。いける、大丈夫ね、頑張れ、助走。どうした、いけんでしょ。そうだよね、頑張れ。なんで早くなあ、何しても泣くな。おい、やめろ、隙間から反応を見るな。受けたかな、じゃねえんだ、ほら。もうね、すいません、自信ないんですよ。もうちょっと拍手で勇気を分けてください。ありがとうございます、ほら。ジュニー、ほら、皆さんの拍手聞いてどう思った？今、なあ、無理。お、言うんじゃねえ。言っちゃダメだ、それは。もう早く頑張ってこい、ほら。もう頼むからね。はい、さあ、それではお待たせしました。ラストジャンプ、行ってみたいと思います。たどり着いたらクリアです。成功しましたら大きな拍手をお願いします。よっ、よし、 OK、 ありがとうございます。さあ、最後まで付き合ってくださった皆様へ、逆立ち、片手、3、2、1、OK、 よく耐えました。ジュニアにもう一度大きな拍手送ってあげてください。はい、というわけでなんとか最後までやりきることができました。塾の最後の大技の前にヤクルト持ってくるのはやめてね。はい、というわけでね、もう以上で僕らの芸は終了なんですが、実はですね、ちょっと頑張ったから、またせっかく飲みな飲みな、ほらな、飲んだ方がいいよ、ほらな。もうすみませんとね、よし、ちょっと待ってなさい、ちょっと待ってなさい、ほらね、はい、頑張ったからね、これね。はい、もう特別だよ、これね。はい、またね。すみません、ありがとうございます、本当にね。もうなんか飲みたかったみたいでね、これね。はい、というわけでですね、はーい、ええな、なくなるの。立ってください。はい、芸の方はここで終了なんですけども、実は皆様お帰りになられる前にちょっと一個だけ大事なお願いさせてください。実は僕たちコンビがこうやって皆様の前で楽しく芸をすることができるのは、皆様からの温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげでございます。今日なんですけど、こちらの大変非常識なサイズのザル、ご用意させていただきます。